ね、前屈はもう。届かない。大丈夫ですね。床まで10センチ以上届かないで。無理する必要はないですよ。はい、大体そんな感じと。で今度は腰に手を当てて、後ろに反っていただいて、反った感じどうなんですか。どうも大丈夫ですね。で今度は横にこうやって、こっちと、これちょっといい。ここはですね。今度はこっちにこう。こっちは大丈夫。右だけ。右にやると右が痛い。ここはお尻のところ。今度はこう。で、反対。これはどうです。どうです。両方大丈夫です。で、こちら側に右に横倒したときに右の腰が痛いわけですよね。で、これ、まあ、2つぐらい治療法がありますね。こっちに倒したときにここが痛いわけですから、じゃあここのどの辺が痛いのかっていうのを探してみよう。で、こう倒してですね、自分でこう横に倒して、自分でお尻のその痛いところを探してみてください。どこか痛みのあるところあります？どこに痛みが出ます？ここですね。じゃあ体をちょっと横倒しにしてもらったまま、僕がここを押さえていきますので、痛みがありますか？気持ちがいいぐらいですよ。気持ちがいいぐらいね。分かります？気持ちがいいところいくら治療したって治らないですね。ということは、ここをこんだけ押さえて、患者さん自身はこう曲げたら痛いですから、曲げた姿勢で、痛みが出る姿勢で押さえる。でも気持ちがいい。ということは、ここは絶対治療しても治らない。このお尻をいくら治療しても、症状の変化はない。治療するところではない。ということが分かったわけ。よろしいですね。だからここはやっても無駄だと。じゃあ一体どこなんだろうというので、これから調べなきゃいけないわけですよね。ここを倒したときに、どこが、いけないかですね。先生ちょっとこっちにとりあえず寝ていただきましょうか。皆さん見えやすい。で靴下を脱いで。一番最初にこれを探さなきゃいけない。で曲げてそこを押さえたら、ギャーっていうほど痛かった。となれば今のこのお尻のここに原因というか治療するべきところがあるわけですよね。でも曲げて痛みが出るほどに曲げているのに押さえたら気持ちがいい、ね、揉んだら気持ちがいい。足は私の方に行ってください。だからもう絶対あそこを治療しても無意味だということが今分かったわけです。で次は、ちょうどここですから、経絡が何経だったんですか。膀胱経ですね。お尻のここ経絡でいくと膀胱経ですから、足の小指です。右側に痛みが出てるから右足の小指です。もう一つはですね、こう曲げた時に、右に曲げた時に引き伸ばされているのは、この左側の短径がギュッと引き伸ばされているんです。短径が引き伸ばされて痛みは膀胱系のお尻にここに出てるわけですね。ということは原因になっているのは引き伸ばされている左側の短径、この薬指かもしれないと。この2つは見なきゃ、考えなきゃいけないですね。だから痛みが出ている経絡上の膀胱経、ですね、ここにありますね、膀胱経。今お尻のところを押さえて、大体ここですよね。で、足の小指からふくらはぎ、膝の裏側、太ももの裏側からお尻、背骨の両横から首、頭、目頭、ここにぎゅーっと線が入ってるんです。この線が入ってるこの線上が膀胱系というところですから、その中のここに痛みがあるんですね。ですからその痛みはこの膀胱系上にどこかトラブルがあるんじゃないかなというので、足の小指から膝の裏ぐらいまでまずは見てみる、押さえてみる。簡単です。押さえてみるだけでいいです。それも末端から、指先からこう押さえていく。もう一つは短径ですから、短径っていうのはちょっと下にありますけど、足の薬指からずっと体側に沿ってですね、体の横側を走ってますから、それも見てみる。でまずは右足の膀胱径から見てみる。
というので足の小指のですねちょっと絵を描かせていただきますので、マジックか、はい、足の小指から押さえるんですね。で、そんなにグイグイ押さえる必要はありませんので、小指の爪のこう際のところですね、大丈夫です、大丈夫ですか、こうやって少しずつこう押さえて、少し指を動かす、痛みがあったら言ってください、大丈夫です、ここはちょっと痛い、ここと比べたらこっちの、これが痛い、でこっちは大丈夫、これはどうです、爪も痛い、これはどうです、こっちはどうです、爪もちょっと、じゃあ上の方も、この上はどうです、大丈夫です、上は大丈夫だけどこの小指の外側がダメだ、ちょっとついでに内側を向いてるんですね、大丈夫、はい、痛い人形と毛根源っていうのはお隣同士ですから人形かもしれませんですね、はい、で、この足の小指のここからこうは人形でこっち側が毛根源って書いたんですけど誰にも見えないですねこれねすいません落書きみたいにしたって感じですね。で、ちょっと小指は両方止めて、ちなみに薬指を触ってみましょうか、これは大丈夫です、これは大丈夫です、こっちはどうです、大丈夫ですね、同じ力でこう押さえてるんだけど大丈夫、でさっきの陣形をこう押さえてますね、どれがいいんだろう、そのままですね、こういうことですね、触らせたくない、そういう痛みです。だからさっきのお尻はもう押さえてもらって気持ちいい、全く違うでしょ反応がね、どっち治療した方がいいですかっていうことですね、痛みはどっちにあるのかな、これもちょっと痛い、今体ピクッとこう動きますでしょ、これも見逃さないで、こうですね、足のこの横側をずっとこう方向形を通ってますので大丈夫です、ずっと痛みないですね、大丈夫ですか、じゃあこうかかと、今かかとの外側をこう押さえる、これ大丈夫です、大丈夫ですね、で今度は、神経も調べてみますね、かかとの内側、神経って足の裏からずーっとこうかかとの内側にこう通ってますから、ここで痛みがないかをこう調べてみます、一定の強さ、これが痛いです、こっちはどうですか、これはどうです、これはどうです、まあ、ここですね、痛みが、もうちょここが痛いですね、ちょっと内くるぶしからこう上に上がってみましょう、ずーっと大丈夫です、大丈夫ですね、痛い、もう一度どうかされますか、これ4年ぶりに小さくて、あーそうですか、こっちはどうです、大丈夫です、ちょっと膝の裏側を見てみましょうかね、こう曲げてちょっと裏側を見てみましょうね、ちょっと痛そうですね、うん、大丈夫です、膝は悪いですよね、逆用ではないです、ね、こっち側からいい癒やさないよ、はい、筋が筋がくりとしたらまあでも逆用ではないですね、大丈夫ですね、ついでに鼠径部を見てみましょうね、で、ここに腸骨という骨がありますよね、この骨の斜め下のところを大丈夫です、うん、大丈夫です、大丈夫です、ここもほとんど痛むんですね、痛みなんですね、よいしょ、あ、ここが大丈夫ですかね、大丈夫です、ここも大丈夫、これ恥骨の上です、大丈夫ですね、ということはもう足の小指が一番痛んでいるということですね、だから膀胱形状の痛み、もしくは神経も含めて痛いとなったらこれだろうということで、やってみよう、何ピアノ、こっちですね、ちょっと待ってください、先にこっちからやってください私にも事情がありますので痛いのがなくなるとき、まあ、でも、まあ、なくなったらなくなってもいいかなというところですね、それで、まずですね
小指の痛いところよいしょちょちょで、かかともちょっと痛いところで、振っておきます。アルコールが早く飛ばないなと思ってフフッと吹いたらダメですよ。フフッと吹いたらね、僕の体がフフッと飛ぶわけですから。で、アルコールって塗ったら消毒になるんじゃないですよ。塗ったアルコールが蒸発するときに消毒してるんですよ。だから塗っただけじゃダメ、乾かないとダメ。よろしいですそれじゃあですね、どうしようかね。いくつか方法あるんですけど、ここでポンと貼ってしまって、さあどうですかというやり方と、それから立ってそれで押さえて本当にどこが効くか調べて、それでこれ貼るという、もう上手い。ちょっとそれでやってみましょうかね。この上に立ってみましょうかね。ちょっと上に立ってみたいな感じです、はい、ここの上に立ってます、うん、ふわふわして大丈夫ですよね。転ばないように大丈夫ですかね。で、それで横にこう体をやっていく。もうちょっと足開きます。